この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインのお時間です。担当のキャスターさんとお天気の引き継ぎを行っていきたいと思います。この後は魚住真由キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインをお届けします。魚住真由です。今日この後は台風5号が東北地方に上陸する見込みとなっております。この後もしっかりと雨の範囲、大雨の影響などを追ってお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、台風情報を中心にお伝えしていきましたが、はい、西日本から東日本では晴れているところが多く、幕張周辺もかなりすっきりと晴れていた様子でした、はい、来る時もかなり蒸し暑くなかったですかね、うん、そうですね、うん、出社時は、もうかなり気温も高くて、はい、暑かったですね。はい、この先も晴れている地域を中心に熱中症対策万全に行ってください。またモーニングの時間帯は岩手県内なのでだいぶ雨足強まっているところもある一方で、そこまで降っていないようですとか風も落ち着いているよというコメントなどもいただいておりました、うん、そうですね、嵐の前の静けさといったような感じがしますということもいらっしゃいましたけれども、岩手県の釜石市の方からはこちらの動画のリポートをいただいておりました、うん、風がだいぶ強いようで煙を撮影していただいているので、これでこうだいぶ風の強さが伝わってきました、うん、はい、また付近では電車もね止まってしまったところがあるということで、だんだんと影響も出てきております。さらに雨足この先強くなりまして、ちょうどサンシャインの時間帯になりますかね、東北に上陸のということで予想されております、うん、この先も東北の方々は台風の情報も随時ご確認いただきたいと思います、この先もそうですよね、雨ですとか台風の情報について中心にお使いいただけますよね。はい、そうですね、台風5号この後の動向をしっかりと追っていくとともにですね、はい、まあ、これまでの雨量も300ミリを超えているようなところがありますが、災害が逼迫しているところもこの先出てきそうですので、はい、しっかりとそういったところも情報をお伝えします。はい、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではここまでは約3時間ウェザーニュースライブモーニングお届けしていきました。3連休最終日ということで、なかなかねこう天気の状況を見て予定をキャンセルしてしまったという方もいらっしゃるかと思いますけれども、ぜひそのような方は室内などでゆっくりお過ごしいただいて、素敵な一日をお過ごしください。はい、こちらこそ3時間ね情報をお聞きいただきましてありがとうございます。引き続き東北方面の皆さんはご安全にお過ごしください。ではこちらで失礼いたします。それではこの後ですね、20時からウェザーニュースライブムーンが始まりますので、担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。岡本由衣子キャスターです。皆さんこんばんは。時刻はじゃないですね、この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します岡本由衣子です。今日今夜から明日にかけて、そして週間の天気まで一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日はついにペルセウス座流星群の特番、はい、ということなんですけれども、はい、結構ね西東日本では晴れているところが多いので、はい、楽しめそうですね。そうなんですよね、まあ、ただ私も、はい、もともとは今日21時から一緒にアイリーさんとお届けする予定だったんですけれども、私はこの後ムーンで3時間ですね、はい、台風の情報を中心にお伝えすることになりまして、はい、別枠でアイリーさんが、うん、はい、しっかりと流星群の様子をお伝えしてくださると思うので楽しみですね、うん、そうですねあの台風情報はこの後のムーンでも皆さんご確認いただければと思います、はいはい、なるほどそういうわけだったんですねご理解いただけたということで、もともとねゆいこちゃんとアイリンさんがこう並んでいたの で、はい、で今いなくなってましたよね。そうなんですよね、私もこう何と伝えればよいものかと今皆さんもびっくりされたかなかったあれゆいこちゃんはってね、あの驚かれた方もいらっしゃったかと思うんですけど、そうなんですよねゆいこちゃんはムーンで伝えて、はいはい、私はお天気をお伝えして、はい、まあでも
こうたまにちょっと覗きに行ったりも。本当ですか、はい、そういう予定なんですね。そうなんですそういう予定もありますので、はい、ぜひムーンとそして流星群の特別番組と二窓でご覧いただけると嬉しいです。はい、はい、もう天気は姫に任せましょう任せました姫、任せてください姫な姫何なりと申し付けくださいませいいよね、ゆうこちゃん姫キャラ合うよねなんでなんで、私好きだよ。ですか。だからたまにさ、ゆいこ姫とか言うじゃん。言われます。好きなんだよね。結構先輩もそうですし、うん、スタッフさんとかも、うん、姫って。姫ってね。最近友達にも、うん、言いたい。言われるの？友達にも。インスタ見てるみたいで。あ、そうかそうか。姫様のね絵文字だったり、王冠の絵文字がよく使われますけれども、似合いますよね。好きなんですよ私プリンセスキャラで、ね、言ってくださいますよ、ね、いつもねそうキラキラしてるから好きなんだありがとうございます、はい、じゃあこの後もね、はい、お天気は姫に任せました、はい、お任せください、はい、まあ、台風もやはりですねまだまだ影響が心配な中ですので、はい、これからは秋田ですとか青森、はい、北海道の皆さんも雨風の強まりご注意ください。ちょっと夜も、はい、まだね雨足強まるところがありそうですよね。そうですね、うん、この後今夜のうちに雨足強まるところもありますし、また明日にかけても台風による影響の出るところもありそうです、はい、今後の台風情報を中心にこの後20時からお伝えしていきます。はい、ではこの後よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブムーンを担当してきてないですイブニングを担当してきました、この後のムーンでは最新の台風情報ゆいこちゃんが伝えてくれますし、21時からはアイリンさんがですねペルセウス座流星群の特別番組をお届けしてくださいますので、そちらの方で流れ星楽しんでいただきたいと思います。皆さんは願い事何にしますか考えながらですね流れ星を探していただければと思います。それではありがとうございます。こんな声で本当にすみませんね、ここまで3時間小牧ゆいがお送りしてまいりました。皆さん良い夜をお過ごしください。